こんにちは。フォレックス TV ジャパンの武藤です。この時間は、為替市場の参加者でもとりわけ投機筋が利用すると言われている CME シカゴ商品先物取引所の IMM 通貨先物市場の取組残高をもとにした分析をご紹介します。 CME は全米最大、世界でも第2位の先物取引所です。ここでは外貨証拠金取引と同じように世界の主要通貨が取引されています。そして毎週火曜日時点の各通貨の取組高のデータが実需か非実需かにカテゴリー分けして CFTC アメリカ商品先物取引委員会を通じて毎週末に公表されています。これは為替市場全体のポジションの傾きを推測する上でとても参考になるデータです。特に非実需のカテゴリーとなるいわゆる投機筋のポジション動向は相場の流れを示唆することが多いですから、 FX 取引をする方なら誰もが見ておいた方がいい情報といえます。まずはこちらのグラフをご覧ください。こちらはシカゴの投機筋の円買いとドル買いの取組残高をそれぞれ比べたグラフです。株式市場を中心にまだまだ値動きの激しい展開が続いていますが、危機回避的に買われていた円買いポジションが引き続き取り崩される結果となっています。ドル円相場も上下に振れる中で、シカゴの投機筋は頃合いを見て円買いポジションの利益確定の動きを見せているようです。ネットポジションとドル円相場の関係で見ると、 G7 前からドルの売り持ちを減らすような動きが出ていましたが、先週はそれが加速する形となっています。ドル円相場の動きはまだまだ波乱含みな雰囲気があり、しっかりとしたドルの反発というわけにはいきませんが、目ざとく動くシカゴ筋はすでに一旦ドルの売り持ちを縮める動きを継続しています。株式市場も為替市場もまだまだ波乱含みの様相を呈していますが、ヨーロッパ各国や高金利通貨国での変調の方が注目を集めているために、相対的にドル売り圧力が弱まっているように感じます。こうした中でもう一段円買いポジションが低下していくかどうかが今週の注目点です。以上、 IMM の取組残高分析をお送りしました。